ナンバーワンレディーズ探偵者は、アレグザンダー・マコール・スミスによる推理小説。現在、日本では4巻まで翻訳されている。2008年には、イギリスの BBC によって、テレビドラマ化され、アンソニー・ミンゲラが監督を務めた。アフリカ南部の小国ボツワナ共和国の田舎町、マハラピエに住んでいたプレジャスラモツエは、父の死後、遺産の牛を売り払い、 首都ハボローネに探偵事務所ナンバーワンレディーズ探偵社を開いた。ボツワナは穏やかな国で殺人事件など滅多に起こらないが、それでも様々な依頼が事務所に舞い込んでくる。ラモツエはそんな事件を一つずつ着実に解決していく。殺人事件が作中で扱われることはあまりなく浮気調査や人探し、日常の様々なトラブルなどが 主な事件となっている。アフリカの伝統と新しい考え方の対立や、エイズ問題など、社会派的な題材を盛り込むことも多いが、殺伐とした話はなく、穏やかな日常の描写が中心となっている。ジャンルは、コージーミステリー。2008年、アンソニー・ミンゲラの監督で、イギリスの BBC がテレビドラマ化し、BBC とアメリカの HBO で放映された。 このドラマはミンゲラの遺作となった。ありがとうございます。